こんにちは、武蔵野大学通信教育部心理学専攻の松野弘大です。この動画では、武蔵野大学通信教育部心理学専攻で取得が目指せる資格と、卒業研究についてご説明させていただきます。まず、心理学専攻で取得が目指せる資格についてご紹介させていただきます。心理学専攻では、認定心理士児童福祉士、児童指導員、社会福祉主事、 アメニティ資格、キャリアコンサルティング技能士の資格取得を目指すことができます。それぞれの各資格の右側に、申請資格、任用資格、受験資格と書かれていますが、申請資格とは、所定の単位を取得して、学会に申請し、認められれば得られる資格です。また、任用資格とは、所定の単位を取得して、その職務に就くと効力を発揮する資格になります。 最後に、受験資格とは、所定の単位を取得した後、その資格の受験資格が得られ、その試験に合格すれば取得できる資格になります。いずれの資格についても、学会や教会等が定めた科目を履修し、単位を取得する必要があります。入学後、大学からの案内や、各学会、教会からの情報をよく把握して、計画的に履修を進めてください。 また、公認心理士を養成するためのカルキュラムには対応していませんのでご注意ください。心理学専攻で最も取得を目指す方が多い資格である認定心理士についてご説明させていただきます。認定心理士は日本心理学会が定める資格で、大学で学問としての心理学を収めたことを証明する資格と言えます。この資格取得のためには、 心理学実験実習1、2などの決められた単位の習得が必要になります。また、認定心理士取得のためには、単位習得後、個人個人が日本心理学会に対して認定申請を行う必要があります。従って、取得のためには計画的に学習することが大切です。特に心理学実験実習にはスクーリング科目で、 実際に大学にお越しいただく科目になりますので、学習計画を立てる際にはご留意ください。武蔵野大学通信教育部心理学専攻で認定心理士を取得するためには、2つの方法があります。1つ目は、スタンダード心理学コースで学習するという方法です。こちらでは、コース科目を履修することで、効率よく認定心理士の資格取得を目指すことができます。しかし、 他の領域に関心があり、他のコースを選択しながら認定心理士を目指したいという方もいらっしゃると思います。他のコースを選択しながら認定心理士を目指すことも可能です。それが二つ目の方法です。スタンダード心理学コース以外の他のコースから認定心理士の資格取得を目指す場合には、所定のコースに加え指定された科目を選択すれば、 認定心理師の資格取得を目指すすことが可能です必要な科目の詳細については入学後案内がございますのでご安心くださいただし4年次編入で1年だけで認定心理士の取得を目指す方は必ずスタンダード心理学コースで入学してください2年以上かけてゆっくりと学習されることを計画される場合にはどのコースからでも認定心理士の資格取得を目指すことが可能です 最後に卒業研究についてご説明させていただきます。発展的に学習を進めていきたいという方に向けて、全コースに共通して、卒業研究という科目が設定されています。卒業研究は選択科目ですので、卒業研究を履修しなくても卒業は可能であり、卒業のために必須の科目ではありません。また、卒業研究の履修については条件があります。その条件は一つ目に、 卒業が見込める年度の前年度の終了時、すなわち4年次で履修する場合には3年次が終了する際に所定の単位を習得していることです。そして2つ目の条件は卒業研究計画書の審査に通過するということです。毎年履修予定の前年度の秋頃に自分自身がどのような研究をやりたいかということをまとめた 卒業研究計画書というものを提出してもらいます。それを指導を希望する教員が審査し、その審査に通過すれば卒業研究に取り組むことができます。以上の条件を通過する必要がありますが、卒業研究を履修することで、より専門的に心理学の方法論を学ぶことができます。なお、卒業研究は最低2年間の準備が必要となるため、4年次編入し、 一年で卒業を目指す場合は、卒業研究を選択することはできません。どのコース、どの入学年次でも、卒業研究を選択する場合は、最低2年間の準備期間が必要となりますので、ご注意ください。以上となります。ご静聴ありがとうございました。武蔵野大学通信教育部心理学専攻でお会いできることを楽しみにしています。